どうしようかな。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 まおちゃん、ちなみにこれ知ってるのとかある？いや、知ってるのあるんですけど、うん、あるだけです。あるだけです。知ってるのあるだけです。じゃあもうお任せ。そうだね。じゃあお任せでいこう。はい。OK です。お願いします。ちょっとこの手と使いながらいろいろ試していきたいと思いますので、はいはい、ちょっと何ていうかだけ、はい、コーラのヘッドです。へえ、かっこいい。かっこいい。これは初めて打つかも、うん。しかもさ、高さも上がってるよ、ちゃんと。すごい。待って、すごい、本当に振りやすい。峰さんマジックきた。すごい、素振りした時も、何これと思って。へー、振りやすい。ありがとうございます。ちょっと違うシャットいきますね、はい、お疲れ様です。振りやすいくなったんだ。うちの方がなんかちゃんと走ってくれる感じします。うーん、全然違うんで。気持ち長いんで、はい、本当に5ミリあるやなしやぐらい短めに持っていただくといいかもしれません、はいはい。また良くなったの？すごい、はい、なんかすごい、ちょっと優しい。高さが出てほしい、うん、本気だけいきましょう。はい、メイさん、しゃがんで今どこ見てんすか？インパクト、プラス全体のスイングの見え方。いいんじゃないですか。ありがとうございます。はい、これちょっとだけ短めに持ってください。さっきよりもちょっとだけいいです。ちょっと短すぎるか、もうちょい持っていいです、長く。はい、指1本分横ぐらいでいいです。はい、ヘッド一緒なんですよね。ヘッドずっと一緒です。なんか当たりが、はい、当たりが変わ、音が変わりましたよね、はい。シャフトでも変わるんだ。変わります。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。もともとドローですか、球。そうですね、もともとドローですよね、はい。球高めのドローを低めのフェードにしようかなとかってしたことはありますか？あんまないですか？一回そういうのもあって、はい、変えたけど、はい、できなくって今なんかまた調整してます。なるほど、はい。なんか同じ色なんだけどね。全部違うんですか？全部違います。硬さと重さと全部違います。今どう調整してるんですか？今ですね、シャフトのどの辺しなると気持ちいいのかっていうのを勝手に私が考えてます。しなりを、はい、どの辺がしなったらいいか、どのくらいしなったらいいか、はい、なるほど。多分振りやすいですよね。振りやすいです。ですよね、うん、はい、どんどん振りやすくなってんの。はい、ほほ、はい、いいと思います。曲がんないですね、はい、今でも
今のでも高さ出てるのいいですよね。そうです、確かに、ね、はい、転がるかなと思って、うん、ちょっと低めに出るかなと思ったけど、ありがとうございます。曲がんないですね。曲がんないですね、はい、はい、シャッフルタイミングこの辺あると思います、はい。ヘッドを考えるんですけど、あ、そうなんですね。ヘッドはもう決まってるのかと思った。ヘッドは目安でちょっと打っていただいたイメージなので、なこれシャフト、ちなみに何なんですか。これはシャフトはですね、スピーターの NX グリーンというシャフトです。この9月に出たばっかりのシャフトかな、の、40グラム台の R2 を今つけさせていただいてます。なるほど、はい。なんかさ、どんどん良くなるのがすごいよね。すごい。普通さ、これは違うかなとかってなんかありそうじゃん、どんどん良くなっていくっていう。あえて気持ち悪いの打ちますか。あ、同じくらいのグラム数で、いいですね、確かに。ピッキングの最中もよくやらせていただくときはあるんですけど、はいはいはい、合わないものを知っといていただくのがいいことかなと思うので、間でたまに入れたりするんですけど、お試しください、はい、上手なんて打っちゃうとは思うんですけど、打てないかもしれない、うん、方向はね、出ちゃうと思うんですよね。なんか違う。あ、まあ、さっき言ってましたもんね、そのどの辺が振りやすいのかなみたいな、はい、結果ってよりもそこなんですよね、はい、多分。気持ちよく感じていただけるかどうかが結構大事かなと。なんとなく、はい、あ、ちょっと系統が違うかなみたいな、うん、素直な感想をそのまま言葉にしたらおっせっていう感じだと思うんですけど、そう、そう、全然走ってくれない、うん、自分でこうちゃんとこう持っていってあげないと走ってくれる。ああ、なるほど。常に一緒。今回その感じはお好きじゃないはずだと思うんですよね。で、さっきのシャッフル、はい、違うヘッドです。はい。最近出たやつじゃないですか。そうです。最新。めちゃめちゃ走りますね。はい。すごい。しやすすぎる。はい、ありがとうございます。今のヘッドは振った感じは良くないのになんかわかんないけど、まっすぐ行かない。あ、めっちゃ走る感じが、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと過激なこのシャットで入りました。はい、はい、ありがとうございます。打っただけでもう、あ、うん、早い。多分さ、打ってる間にもうさあるんだろうね。うん、うん、候補がもう、はい、これこれこの組み合わせみたいな。できてるんですか。何個なんとなく。かは。ええー。一発だけです。一発だけ。はい。一発だけ。もう一球だけいきましょうか、はい、ちょっと休憩しましょうか、はい、疲れてきてるみたいです、うん、はい、ありがとうございます、はい、で、これ今一番飛んだ数字のデータなんですけど、はい、まあ、ヘッドスピードはこれ人間が振ってるので、うんうん、まあ一旦置いて、うん、で、まあ、ボール所属は
シャフトタイミング気持ちよくて芯当たったら結構出ちゃうのではあるので、うん、まあミート率もイコールです、うん、あんまり気にしなくて、うん、で気になるのはここアタックアングル、はい、これがボールに対して上から入ってくる下から入ってくるの入射角って呼ばれる部分になります。でマイナスって実はダウンブローなんです、はい、結構女性の方には珍しい、そうですね、上げ寄ってする方の方が多いですね。どちらかというとで体が柔らかいのでクラブ後ろから入ってきても意外と大丈夫な人が多いので、はいはい、ここアッパーブローになる方が多いんですけど、はいはい、あの結構アイアン見ててもそうだったんですがガツンと打たれるタイプなので、はい、ここマイナスで出てきます。でそうすると気になるのが打ち出し、これ最高到達点か、はい、打ち出しか、はい、でここが15度6度ぐらいまで出てくるとここもうちょっと伸びるはずなんですよ。あ、なるほど、うん、でそれでスピン量が増えあんまり多く増えすぎなければ、はい、トータルもうちょっと伸びてくれるかなっていう気がするので、はい、を今打ち出し角を、はい、目指して、はい、打っていただいております、はい、なるほど。でこれ体右サイドに残してこうアッパーに打ってほしいわけじゃないので全然今まで通り普通通り打っていただいて大丈夫です。はい、はい、打ちます。気持ち悪いとかありますか？ないです。ないですか？気持ち悪いとかないです。うん、はい、ありがとうございます。はい、すごい、まあ、もちろん構成が当たりどころで上出たりとか、はい、まあ、右出たりとか左出たりとかもちろんするんですが、はい、今の振りやすい感じ言っていただいている感じに合わせて、はい、うんうん、おすすめをさせていただくんであれば、はい、こんな組み合わせも面白いのかななんて思ってます。確かに全然違う、その入射角の関係、アタックアングルの関係でちょっとロフトは多いものを選ばせていただいてます、はい、12度、今日はあえて選ばせていただきました、はい、あとはコブラの LTDX という、まあ、一番スタンダードのコブラの中ではヘッドになります、はい、に、新しいシャフト、スピーターの NX グリーン、はい、40の R2 はい、40の R2、 長さとかはメンズの標準で大丈夫じゃないかなと思います。はい、すごい、これみたいです。これみたいです。このあたりを使っていただくとちょっと面白いかもしれない、はい、はい、また違った感じで、はい、高さが高く出る時があるっていうのは M4 の特徴な気がするので、それがスピン量減ってもうちょっと前に飛んでいってくれるイメージが出たら距離出てくれる可能性があるので、うん、ヘッドだけで考えるんであれば、シムマックスとかの10点を持ってきていただくと面白いかもしれないですし、ああなるほど、今のがテーラーメイドに入ってるから、うん、そのテーラーのシャフトに合わせて、あ、シムマックスって今のやつの1個前ぐらい、2個前ですか、はい、今のシム2よりもそっちの方がいいんですか？シム2だと打った感じは気持ちいいと思うんですが、ほんのちょっと打感が柔らかくてフェースに乗っかってる時間が長く感じるので、はい、出てってくれなくて球捕まっちゃう感じがしちゃうと思うんです、タイプ的に。実はシム2なんかしたことあるんですよ。なんだろう。そうしたことあるんですけど、もう本当にまさに言ってる通りで捕まりすぎてちょっと違うなってなってます、あ、それで今のまんまなんだ。そうです、そうです。パンって出てってくれる感じがあった方が気持ちいいですね、うんうん、はい、多分ね、はい、すごいすごいですね、この短時間で好みとか、まあ、あと最新のモデルじゃないじゃん、うん、そんなのにこの辺がいい、ね、そうマジで本当に仕事ですか。さすが最高峰ですね、うん、はい、なので始末の印象とは多分だいぶ変わると思います、うん、シャフト、まあ、今のじゃなくてもシャフトのヘッドを丸々変えちゃうっていう場合は、はい、ベストはさっきのそうですね、コブラと、はい、できるだけこう高めの打ち出しと、うんうん、低スピン、あとはそれプラス、高ショット、うん、
こう実現したいなと思うとこんな組み合わせかなと思います。はい、わかりました。 なんとなくわかりました。はい、わかりました。全然違いました。なんか一回違うなんか打ちにくいクラブ打たせてもらったんですけど、はい、もう全く本当にこんなに違うんだっていうぐらい違うかったのでしてよかったです、うん、本当に初めてのフィッティングだったんですけども、ぜひ皆さんもこれは本当にした方がいいなって思いました。ぜひ皆さんもこちらの調布店に来てフィッティングをしてみてください。お待ちしております。あれですか、はい、その際は自分のクラブも、はい、ぜひそう持ってきてした方がより分かるかなと思うので、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。